ヤブヤンマ、学名パリキャンサグイナメラニクティラは、カゲロウメヤンマ科のトンボの一種。東アジアに分布する大型のトンボで、和名通り森林に近接した小規模な死水域を中心に生息する。成虫は、オスで、全長80から92ミリメートル、腹長56から66ミリメートル、甲子長47から56ミリメートル、メスは、 全長79から9 3ト、mm、ル、腹長56から6 8ト、mm、ル、甲子長51から5 9ト、mm、ル。日本産ヤンマ科の中では大型種で腹部が比較的長い。成虫は体の地色が黒く、体側に黄色から黄緑色の反紋がある。未成熟個体は黄色味が強く腹眼も褐色だが、 オスは成熟すると反紋が青緑色を帯び、複眼前面と第二第三複節下面の反紋が青くなる。メスは反紋が黄緑色で、腹眼は緑色だが、個体によってはオスに似た青緑色になるものもいる。またメスは複節側面の反紋がオスより大きい。羽はオスメスとも透明だが、老熟すると褐色にけぶる。 ルイージ種は、マルタニアンマアナキアイクナマティーニ、クロスジギンヤンマアニックスニグロファシタス、オニアンマノトガスターシーボールディ等である。マルタニアンマは複雑に単色反がないこと、クロスジギンヤンマは胸部が広く黄緑色で側面の黒帯が細いこと、オニアンマは複眼が一点でしか接しないことで、それぞれ区別できる。東アジアに分布し、日本では本州から、 沖縄本島まで離島も含めて広く分布する。北海道での記録はなく、また、東北地方や各地の山岳地帯など寒冷地では少ない。成虫は5月下旬頃から浮かし、9月中旬頃まで見られる。薄暗いアブの中で枝などにぶら下がり静止している。夕方に高所を飛びながら接触活動する。産卵は森林に囲まれた池や湿地など小規模な。 日陰の水域で、メスが単独で水際から数センチメートル数十センチメートルほど離れた湿度、苔、口気などに散乱する。本種は、黄昏飛翔性で人目に触れにくいが、散乱行動は午後や夕方の明るい時間に行われるので、水域の上空で散乱場所を探索あるいは、散乱中のメスは、比較的目につきやすい。 しばしば森林に近接した金魚、錦鯉などの飼育地に飛来したり、建物内に侵入して人々を驚かせる。卵は2から3週間で孵化し、幼虫は水中で小動物を捕食して成長する。大型種だが水と餌生物さえ十分なら小さな止水域で1年で成長できる上、腐食質などによる水の汚染にも強い。幼虫で越冬し、 翌年の夏に羽化する。ABCDE 井上清志、谷構造2005、トンボのすべて1991年初版、2005年改訂版、トンボ出版。ISBN48 億8716万1123、ABCD 公平検事2005、福田春夫他、昆虫の図鑑採集と標本の作り方南方新社。 ISBN 48億6124万 573ABCD をそのきら、川島逸郎、二橋梁2012ネイチャーガイド日本のトンボニ一総合出版。ISBN 9兆7848億2990万1199。ありがとうございます。